刻は4時を回りました。朝倉亜希です。いつの時代にもどんなジャンルにも音楽には新しい発見と出会い、そしてとっておきの思い出を蘇らせてくれる、そんな瞬間があります。世界中にあふれるグッドメロディーとあなたをつなぐメモリーズ&ディスカバリーズ。自分のペースで目覚めるのはなんていい気分。休暇を取らなきゃ、もう心が限界だったから。いろいろあるけど、きっと月曜日に回しても大丈夫。ずっと一人で生きてきたけど、あなたが考え方を変えてくれたの。今日のオープニングナンバーはカーリー・レイ・ジェプセン、2019年のフィールズライトフィーチャリングエレクトリックゲスト。韓国出身の4人組ヒョゴ、2015年のカムズ&ゴーズ。そして台湾出身の4人組フリックルス、2017年のインパーフェクトラバー。2曲続けてお送りしました。ここでメッセージをご紹介します。私が担当するメモリーズ&ディスカバリーズでは、最後のメッセージですね。ラジオネーム山やっこさんからです。長野県にお住まいの男性の方です。朝倉亜希さん、おはようございます。毎朝番組は聞いていますが、初メールです。長野市標高1000メートル、長野市街の平地より4度は気温が低いです。毎朝1階の薪ストーブ焚き始めてロフトに戻り、窓を開け深呼吸してからベッドに戻り、横になってラジオを聞いています。外は真っ暗で星が見えます。6時過ぎて明るくなると朝の散歩ですとのことです。わー、なんか短いですけど、毎日の素敵なルーティーンが目に浮かぶメッセージですね。なんだか素晴らしい時間を過ごされているようで、とてもとても羨ましく感じてしまいます。いいですね、朝のルーティーン。私は朝起きて、スマホで音楽聴いたり、ラジオ聴いたりしながら、なんかぼーっと今日一日何をするか考えるのがすごく好きです。まあそんな感じで山やっこさんもそんな風に朝のひとときを過ごされているということなんでしょうかね。そして明るくなると散歩をされている、もう本当に素晴らしい、なんか羨ましい。でも長野ってそうか、もうそれぐらいにならないと明るくならないし、なんでしょう、こう外を出る気にもなれないというか、なんかすごく寒いんでしょうね。平地より4度は気温が低いって、4度って大きい、それは大きいですよ。いやー、標高1000メートルはどんな感じなんだろうな。なんか最近は山登りもすごく気になっていることの一つではあるんですけれども、いつかちょっと行ってみたいですね。山やっこさん、メッセージありがとうございました。そして、今まで5年間メッセージいただきました皆様に対しても、お礼を申し上げたいです。メッセージたくさんいただきましてありがとうございました。たくさん元気をもらいました。さあ、この後は様々なジャンルのクリエイターが自由なテーマで選曲する Today's Playlist。 今日登場していただくのはシンガーソングライターのケイシ田中さん。選曲テーマはここ最近起きてすぐに聴いたレコードよりです。どうぞお楽しみに。シンガーソングライターケイシ田中さんの選曲でお送りした Today's Playlist、いかがでしたか？ここ最近起きてすぐに聴いたレコードよりというテーマで選曲していただきました。ここでオンエアした楽曲を改めてご紹介します。フェアグラウンドアトラクション、ハレルヤ、ディオン・ヌワーウィック、アルフィー、コリン・ブランストーン、セイユー・ドント・マインド、ザ・ローチェス、
ハモンドソング、ジェームス・テイラー、オー・スザンナ、ケニー・ランキン、ハブント・ウィー・メット、カーペンターズ、ユア・ワンダフル・パレード、マイク・ランディ、ラブ・ワン・アナザー。プレイリストの詳細はオーディの番組ページもぜひご参照ください。そしてケイシ・タナカさんですが、ライブなど今後の活動についてはご本人のオフィシャルホームページをチェックしてみてください。オーディの番組ページからもリンクを貼っておきますね。ではここで一曲お送りします。ケイシ・タナカさん、先週リリースされたミニアルバムアベニューから Where You Know。 朝倉亜がお送りしています。メモリーズ&ディスカバリーズ、思い出の1ページを蘇らせる一曲、あなたの新しい発見となる一曲、そんなグッドメロディーをテーマにお送りしています。一部の地域を除いて番組はこの後5時30分まで、引き続きお付き合いください。先週からお伝えしてきましたが、5年間パーソナリティを担当させていただいたこのメモリーズ&ディスカバリーズ、私朝倉亜がお届けするのは今日がラストとなります。この後もどうぞ最後までお付き合いください。ここでお送りするのはザ・ローリングストーンズ、1976年のホットスタッフ。時刻は5時を回りました。朝倉亜です。いつの時代にもどんなジャンルにも、音楽には新しい発見と出会い、そしてとっておきの思い出をよみがえらせてくれる、そんな瞬間があります。世界中にあふれるグッドメロディーとあなたをつなぐメモリーズ&ディスカバリーズ。この時間のオープニングナンバーはダイアナ・ロス、1982年の I am me。 お送りしたのはナッシュビル在住の2人組ザ・セイント・ジョンズ、2016年のシャドープレイでした。がお送りしていますメモリーズ&ディスカバリーズ。ここからはクラシック音楽の魅力を紐解くクラシックプレイリスト。今週は私が登場する最後の週ですので、私が今まで聴いて印象に残った曲をご紹介させていただきます。本日ご紹介しますのは、一昨日ご紹介させていただいた同じくヘルベルト・フォン・カレアンさん指揮組曲惑星より作品32、木星ジュピター。本当にクラシックプレイリスト、このコーナー一番最初に登場していただいたのは中澤俊之さんだったんですけれども、中澤さんご自身もこの曲を聴いてクラシックの世界に入ったというふうにおっしゃっていたのがすごく印象に残っています。実は私自身もクラシックの世界ってすごい、オーケストラってすごいって思ったのはやっぱりこの曲だったので、その時すごくそのお話を聞いていて共感したなーってっていうのがすごく思い出されましてですね、まあこの曲を本日最後選んでみようかなと思いました。懐かしいんですよね。その私は母が中学校の音楽の先生だったので、リビングにいろんな、クラシックの CD があったんですけれど、あんまり手に取ったことはなくて、でもたまに聞いててやっぱり印象に残ってるのがこのジュピターだったんですよね。
で、その後も平原綾香さんのジュピターという曲が私はすごく好きな曲になったりとか、私自身にとってもすごく思い出深い一曲です。それではお聴きください。ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、組曲惑星より作品32、木星。したのはヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、組曲惑星より作品32、木星。もう言葉はいらないですね。本当に大好きな一曲です。このクラシックプレイリストであって、本当にたくさん素敵な曲をご紹介していただきました。本当に私にとっても大事なコーナーでしたし、たくさん、なんでしょう、楽しい思い出がいっぱい詰まった、私にとって宝物のようなコーナーでした。たくさん紹介していただいた、皆様にも本当に心からお礼も申し上げたいです。そして皆さんもこのクラシックコーナー、ぜひこれからも楽しみにしていてくださいね。朝倉亜紀がお送りしています、メモリーズ&ディスカバリーズ。ここでお送りするのは、セルジュ・ゲンズブールとシャルロット・ゲンズブール、親子のデュエットのナンバーで、1984年のレモン・インセスト。ダブリーズ。今週エンディングにお送りしているのは、ピッツバーグ出身のジョージ・ベンソン。1980年に全米チャート4位をマークした Give Me The Night です。心の温度がちょっと上がるような、そんな音楽との出会いはありましたか？私、朝倉亜紀は今日でこの番組を卒業しますが、明日1月1日も同じ時間に、時代やジャンルを超えたグッドメロディーをお届けしていきます。明日のパーソナリティには、起業家、作家として活躍されている関口舞さんが登場します。リスナーの皆様、5年間たくさんの方とこの番組を通して交流できて、本当に本当に幸せでした。皆様とこの番組で交流が終わってしまうのは寂しいですけれども、これからもまた別の場所で、皆様にお会いできることを、交流ができることを楽しみに、しています。本当に気持ち、心の交流がたくさんできていたなぁと私は感じております。本当に皆様、そしてそこのあなた、ありがとうございました。それではこの後も素敵な一日をお過ごしくださいね。そして来年も良いお年をお迎えくださいね。5年間本当にありがとうございました。お相手は朝倉亜紀でした。